イソウロウグモは、ヒメグモか、イソウロウグモ赤に属するクモ類である。これに含まれるものは自ら、網を張ることはなく、他のクモの網に入り込んで、イソウロウ生活すると言われる。また、一部には、泥棒や強盗、殺し屋までが存在する。イソウロウグモ赤に属するクモは日本には十数種があるが、最も見つけやすいのは、 ジョウグモの網で生活しているシロカウロウグモであろう。秋にジョウグモが成熟する頃、その網の周辺部や前後に貼られた補助網を見ると人体のような色と大きさのごく小さな雲が数頭ぶら下がっているのを見ることができる。よく見れば円錐型に近い腹部と小さな頭胸部に細くて黒い足があるのが見えるはずである。この雲は 網主のジョロウグモに比べてはるかに小さく、ジョロウグモは彼らを気にしないように見える。イソウロウグモの方もジョロウグモのそばに寄ることは少なく、網の隅っこの方で小さな、おそらくジョロウグモは相手にしないような大きさの昆虫を食べている。これがイソウロウグモと言われるゆえんである。イソウロウグモ類は腹部の背中側後端が尖るのが一つの特徴で、横から見れば三角形に近い。 種によっては、それが、とても長く尖る。足は細く、特に前足が長い。オスの頭部には種類によって異なった、奇妙な突起がある。イソウロウグモ類は、どの種も他の蜘蛛の網に入り込んで生活する。入り込む対象となる種は、種ごとにほぼ決まっている。イソウロウグモ類の乱納は、長い柄にぶら下がった形で、やはり宿主の網に取り付ける。 イソウロウグモ類はヒメグモ科に属する。ヒメグモ科は一般的にカゴモウなどの網を自分で張る生活をするものである。イソウロウグモ類はそこから網を張るのをやめて他の蜘蛛の網に住み込むようになったものと考えられる。一般に網の主が相手にしないような小さな餌を網の片隅で食べていると言われる。 この場合、網の主である蜘蛛から見れば、自分には必要ないものを接触しているため、特に害はないことになる。イソーロウグモの方は、自分が網を張る手間が省ける。一種の規制であるが、宿主の蜘蛛そのものに栄養を求めてはいない点で、通常の規制ではなく、宿主の活動による部分に規制しているので、労働規制と言われる。しかし、実際のイソーロウグモの生活は、 なかなか複雑である。確かに網の片隅で小さな昆虫を食っているのも観察されている。しかし、それ以外の観察例もある。このようにしてみると、ユーモラスな響きがあるイソウロウとはかなりかけ離れた様子が見えてくる。イソウロウをしなくなったものでは、さらに物騒な習性のものがある。ヤリグモは古くから強盗系の生活をすることが知られていた。このクモは、 腹部が後ろに尖って伸びている。低木の葉陰や岩の影などにぶら下がっているのがよく見られるが、草雲や姫雲類の網に入り込んでいるのも観察され、様々な雲の網を渡り歩き、かかった餌を奪い、場合によっては網の主の雲も攻撃するという。同じく近縁のオ長雲という雲は、腹部の後端が非常に長く伸び、足を揃えて伸ばすと、 松の葉がぶら下がっているようにしか見えない。森林の低木の枝先などに糸を引いてぶら下がっているのがよく見られる。この雲は長らく数本の糸を引いただけの網で糸の粘性が強いので昆虫を捕獲できると言われていた。しかし、これは同様に棒状の体を持つ招き雲での観察と混同されたようである。実際にはこの雲は雲を専門に狩ることが分かった。 糸を辿ってやってくる雲に、粘液糸をかけて捉えるという。このように、イソーロウグモの近縁のものに、雲食いの修正が観察されることから、イソーロウグモの修正との関連が問題になる。雲を狙う雲は他にも知られており、日本では、戦勝雲かのもの、小金雲かのヤマトカナイグ雲、ハエトリ雲かのケアシハエトリなどがほぼ専門的に雲を狩ると言われる。つまり、 雲狙いで他の雲の網を訪れる習性そのものは特に例のないものではない。その意味で、槍雲のような生活もそれほど異常なものとはみなす必要はない。そして、槍雲の生活とイソーロウ雲の生活とは紙一重である。ただし、イソーロウから強盗へと進化したのか、強盗からイソーロウが派生したのかについては定説がない。ただ、 ヒメグモ科のクモの特徴として、獲物を念玉のついた糸を投げかけるようにして、捕らえるということがあり、これが獲物としてクモを捕まえる上で有効であったのではないかとの説がある。なお、多くのイソウロウグモ、ヤリグモ、オナガグモはいずれも極普通種である。これは、このような特殊に見える習性が十分な成功を挙げている証拠である。分類は未まだ安定しておらず、 多くを、イソーローグも族に含めたり、細分属を立てたりと、様々な出入りがある。ここではおのに従って、日本産のものをあげる。アーギラーダニーイソーローグも赤、梅谷、加藤編長、P169 から175、梅谷、加藤編長、P176 から185。ありがとうございます。